ながらビューティーエクササイズ目指せ美魔女マジシャンへの道。今日はお詫びから申し訳ございませんでした。何がお詫びかと申しますと、いろいろ私体ケアを今日までしてきました。マッサージ行ってみたり針行ってみたりいろいろしてみたんですが、結局針とかマッサージというのはその場しのぎになりがちだなぁと思っていて、こう継続的に痛みを取ってくれるところというのをいろいろ模索していて、その一つが毎月月頭にご出演いただいております、JR 大塚駅から徒歩5分かかりません、ふくろう整骨院、こちらは中里先生がご協力いただいて自宅でできる簡単なストレッチとかを教えてくださっていますが、そちらとあと川越にあるんですけれども、私が過去に実際に自分でも整体とかできるようになりたいなと思って教わっていた先があるんですが、そこは骨を整えるという考え方に基づいた施術をしてくださるアズ骨格調整所というのがあるんですけど、まあ、このながらビューティーエクササイズも一度だけ、はい、ご協力いただいている女性の先生なんですが、で、針とかマッサージもその時ちょっとここ痛いなとか腰痛いな肩凝ってるなっていう時は行ったりしてたんですが、まあ、その場しのぎだろうという気持ちが拭えなくて同じところに何回も通うに至らなかったんですね。ですがなんと今年ここに出会いました。じゃじゃん、どこを読んだらいいんだろう、ハリアップ、まあ、コリトレールグループハリキューインかな、こっちかな。で見ていただくとその上、これホームページを大きくコピーしてもらったんですが、ここですね、ビートたけしさんの顔面神経麻痺を回復させたという医学博士の博士か医学博士のこの龍先生という方が展開をされているみたいなんですけれども、私が行ったのはここです。カレッタ塩止め店なんですけれども、じゃあなんでカレッタ塩止め店に行ったかというと、まあ、たまたま新橋で時間が空いて、あ、そういえば針屋さんあったような近くにと思って飛び込んだんですね。でその時できますよと、空いてますからどうぞって言って施術してくださったのがこの枯れた塩止め店のたまたま院長先生だったんですね。でその院長先生がまあお上手なんです。で他ではなかなか取れなかった痛みにも向き合ってくださって、いろいろと施術をしていただいて、先生にも言いました、ごめんなさいこんなに針で体が良くなると思ってなかったのでって。でも通ってます今も。ね、行こうと思ったきっかけというのは、ここがなんて言うんだろう、マジックで使いすぎほど使ってないと本人は思ってたんですけれども、肘が痛くてですね、で、この痛みにまあその場しのぎでもいいから針で改善できればなと思ったので入ったんですね。でそしたらその先生が、まあ、腱鞘炎ですねと、まあ、使いすぎですよね。で寝て朝起きると痛いし、あとはもうなんかとにかくこう重たい、例えばフライパン持つだけでも痛い、包丁でこう力を入れるだけでも痛いというのが今軽減してます。治ったとは言いません、軽減できています。で、そんなこんなでこの先生に、まあ、院長先生村田先生とおっしゃるんですが、お願いしました、私の YouTube で紹介したいと。そしたらこんな大きいホームページをポスターにしてくださり、さらにご本人登場で、今後ですね自宅でできる体のセルフケアを教えてくれることになりました。わーい。でどんな先生か写真もまずは撮らせていただいたので、こちらご覧ください。
何がねえか分かんないですね。お若くてらっしゃるんですけれども院長先生なんですよ。でいろいろ私もすでにセルフケアの仕方を教わって実践しているんですが、まあ、それやるだけで腰の痛みが、まあ、取れたりとか、いろいろいいことばっかりなのでやることいっぱいあるんですけれども、まあ、毎日のセルフケアって大事ですよね。なので簡単にできるセルフケアを今後村田先生にもご出演いただいていろいろと教わっていきたいと思います。ですので中里先生と村田先生には今後ともご協力いただきながら、いろいろと自宅でできるセルフケア、ストレッチなどご紹介していきたいと思います。ということで今日はこのハリアップ、コリトレールグループハリ吸引のご紹介になってしまいましたが、村田先生の登場を楽しみにお待ちください。今日はここまで。